今回の講座を担当します四澄の船口ですよろしくお願いしますその大学の学部その大学はどんな大学ですか学部はどんな学部ですかこの学部はどんなことやってますか社会のどんな問題点に答えようとしているかな扱う対象は何かなまずは自分が興味ありそうな大学の学部学科についてしっかり相手を知ることをやらないといけませんこれ君らがやらないといけないことの一つ目ですよね僕らが今やりたいのは 大学にあなたをアピールして大学が欲しいって思ってもらう君を志望流氏や面接でアピールするんでしょう僕こんな時はメンタル凹んでこんな時はでも凹まないんですおおお前取りたいってなりますか君の自己分析は大事かもしれないけどもっと違うところに重点を割くべきだよね確かにねみんなま絵にきみたいにまるで自分の過去を書く人が多いでもこれじゃダメなんですよね 自分を推薦するって未来のことで推薦できないでしょ <laughs> 俺こんなすげえ夢持ってるんですよ大学取ってくださいなんのこっちゃわからないですよね客観性がないですだから自分を推薦するポイントってのはやっぱりこれまでの実績だったり過去だったりやったことですから自己推薦書では過去のことを書いてくださいまああのこの基本事項に関してはおそらく学校の先生がね皆さん書いた後添削をしてもらうこともあると思いますけど小論文なんかは当日書きますから こういうことはね、ちゃんと身につけた上でいくというのを意識してください。この講座の目標は、そんな書けない子が何度か書けましたじゃなくて、周囲と差をはっきりつけるんだよと。君が合格するために、君が勝つためにどんなポイントが必要なのかっていうのをギュッて絞って電池います。